どんなチャレンジだよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。ほいほい、子供の成長だ。ラン君、この子の成長のために多分あれだな、空いてる部屋がないな。ってことで今回はあれだね、保留だね。はい、そうですよね。あれ空いてたっけ。あれ空いてました。え、めちゃくちゃ空いてないつもりやったんやけど、まあ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 、空いてるなら空いてるでいいや。OK。 今日からお世話になります。どうもどうも。ライチちゃんのこのドレスの色いいね。え、なんか綺麗な感じの色じゃないこれ。記念にこれももらってください。はいはい。まあ、今回もこれはちょっと割愛させていただいて。おっと、誰だ今度は。ほいほい。あ、ここも成長ね。リロー君、リロー君も前おった名前よね確か。2人分はさすがに空いてなかったと思うので保留です。うんうん。誰かが引っ越すまで少し待つことにします。はい、それまで保留でね。うう、多いな。ちょっと来てもらえますか。ここもか、ここも子供か。あ、実は生まれた方か。赤ちゃんが生まれました。ふんふん。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。どっちでも嬉しいです。女の子でした。顔はキリッとした女の子だな。でもあれやね、リュウリョさんにだいぶ似とる感じか、イメージ通り。自然に任せましょう。名前も考えたのですが、よい子のよい子と夫のよいでいいから取ってよい子にしようと思います。なんかすごいいい感じに収まったね。よい子もいいんじゃないか。育てます。うんうん。温かく見守ってやってください。ようこちゃん、よし。はい、それじゃあマンション見てこう。今回は友達マークが2つ、喧嘩一組かっぽいね。はい、りゅうたくん入ります。なんか全体的にめっちゃチャラい感じだな。話したくない。どうした、話せ話せ。うんうん、仲直りしてください。このイライラも沈めてください。それじゃあグレープフルーツどうぞ。ほいほい。さあどうすか。結構美味しかった。よかったよかった。落ち着きました。仲直りしてこようと思います。おー、グレープフルーツで落ち着いてくれた。グレープフルーツは一応食べれるけどそんな好きではないかな。全然食べられるんですけどね。この間はごめんなさい。進んでは食べん気がする。最近なんかやたらあれよね、ピンクグレープフルーツとかも見るよね。許されなかった。ふわー、うまくいきませんでした。そのうちきっと時間が解決してくれるよ。で、遊びたいマークがいっぱいあるんかな、結構。うんうん。はい、それじゃあ、あきちゃん、入ります。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲。フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。発見多い。
早かった。はっきゅい。残った。けい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 。よし。意外と早かった。おめでとうございます。最近結構粘られること多いけんね。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝、レシートをもらいました。ありがとう。親友のコインで取れ合って、私の人生は変わりました。お、めちゃくちゃ仲いいんだね。かけがえのない人。うん、よき。はい、それじゃあ、ガムでも。いただきます。どうぞ。どうすか？結構美味しかった。うんうん。ガムなんてもう何年食べてないだろうかっていうぐらい食べてないけど。はい、そして、ペ、あとくん。とても呼びづらい名前。はい、遊びましょう。共通点クイズ。二人の身の共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。共通点クイズ、第一問。第一問。てて。隣とダーリーは、二人ともサッカーボールを持っている。あかりちゃんは持ってないんじゃない？わからん。いいえ。答えは、いいえでした。ですよね。うん。持ってないと思う。共通点クイズ、第二問。第二問。デデン。ラインというは、マンションでお隣さんである。全然違うと思うよ。多分、ラインくんの方がだいぶ上じゃない？答えは、部屋。いいえでした。ほら。全く違う。共通点クイズ、最終問題。最終問題。デデン。ジョアとユリは、友達である。友達、わからない。はい。答えは、いいえでした。うわ、他人だった。わからない。わからないよ、その辺のつながりがあるかどうか。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。夏休み前の小学生って感じやね。僕の兄弟のことも大切にしてやってくださいね。兄弟、誰だ？ペットくんか。なるほど、なるほど。はい、それじゃあ、こんにゃくでも。どうぞ。いただきます。どうぞ、どうぞ。どうすか？結構美味しかった。よかった、よかった。お礼にこれをあげます。はい、はい。実用品、万華鏡をもらいました。ありがとう。はい、ってことで、ちょっとそろそろね、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってください。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。おー、なんだ、誰だ？ちょっとすみません。はいはい。どうしても、ヨルコガが気やんでくれないのですが、助けてくれませんか？ほう。子守を引き受けましょう。ありがとうございます。いけるかな？アユナのトッピーさんだよ。いけるかな？お、今回はいけるかもしれない。お、いいのでは？何？ダメ？お？ご機嫌だぞ。ほらほら。乱れた。バランスが乱れた。あ、そろそろミルクの時間ですね。あ、でも泣き止んだね。よかったよかった。随分良くなりました。うんうん。あゆなのそっくりさん、ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれもあげます。実用品、旅行券をもらいました。ありがとう。子守しただけで旅行券もらえるってめっちゃいいね。まあ、でも人のとこの子供、だいぶプレッシャーはあるか。はい、それじゃあ、ミニュース見てこう。5時になりました。ミニュースを
お願いします。巷で大人気のチャレンジ企画にあのノアさんが挑戦しました。あのノアさん有名なのか。どこまで伸びるかチャレンジです。ふんふん。周囲の心配もよそにノアさんがチャレンジ。どんなチャレンジだよ。めっちゃギャラリー集まっとるし。残りあと 1cm で世界記録というところで、他に挑戦してる人がおるっていうのもね。あえなく失敗しました。大変危険ですので皆さんは絶対に真似もしないでください。確実に危険な気しかしない。それより面白い話があるので聞いてくれますか。聞いてあげてよ。それよりとか言わずに聞いてあげてよ。はい、よじのみニュース夜空がお伝えしました。ありがとう。ここカメラマンか。ヒルイチではないね。友達クエスト。なるほどなるほど。お、ハートマーク。子供だな。誰の家？あ、ノア君と会ったん。いなくなったんですけど。いなくなったんですけど。マンションの方移動した。お、おるおる。あったん。入ります。うん。私とノアの間に子供がいたら、と想像したりします。うんうん。いいね。ですよね。いいと思いますよ。お礼にこれもあげます。はいはい。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。キリキリ動けと言われても動けん。まあそういうタイプの人もいるか。でも動きどうかな。そんなもんか。はい、キノコどうぞ。いただきます。どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。まあな、動きいろいろ言われたところでね、ちゃんとやれって言われてもスポーツはできんしな。その辺は能力の差としてしょうがないことか。ほい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、またあれか、次回は子供が生まれるってことか。え、ノア君と会ったのところってつい最近生まれんかったっけ。あれ、気のせいか。もっと前やったっけ。ちょっともう誰と誰のところの子が生まれていきよんか全然把握しきれてないな。